新衛隊員が撮影した、精神障害者やダウン症などの子供たち生きるに値しない命とは、劣等的な資質の持ち主とされた人々を安楽死させるというナチスドイツの人種衛生学的な政策におけるフレーズである。安楽死計画は1940年に実行に移され、知的障害者や精神障害者が特別病院のガス室で殺害された。 人種主義的政策の一環でもある。この作戦の手法は、絶滅収容所でのユダヤ人などの殺害に受け継がれ、いわゆるホロコーストに帰結した。このフレーズは1920年に、法学者のカール・ビンディングと精神科医のアルフレート、ホフヘイが、その著書のタイトル、ディ・フレイ・ガービー・デア・フェニッシュ・タング・レビン・サン・ワートン、レベンズで初めて用いたものである。 ナチスドイツ及びナチ支配下のヨーロッパの国においては、健康な純粋アーリア人の対象に位置する社会的逸脱者あるいは社会的な混乱の原因とみなされたものが、このカテゴリーに分類された。社会的逸脱者のカテゴリーには、精神障害者、政治的な反対性派、同性愛者、根結者が該当した。一方、社会的混乱の原因のカテゴリーには、生殖者、 共産主義者、ユダヤ人、新貴族、エホバの承人信者、非公家ソイド、ポーランド人など様々な社会的グループの人々が該当した。これらの中でユダヤ人はほどなくしてジェノサイド政策の主要なターゲットとなった。この考え方はナチスのイデオローグによって生きるに値しない命とされた人々を組織的に殺戮する施設である絶滅収容所に帰結した。 この概念はまた、ナチスの人種政策だけでなく、様々な人体実験や、優勢学をも正当化した。生きるに値しない命の対象には、スラブ系諸民族、とりわけドイツに隣接するポーランド人も含まれていた。アドルフ・ヒトラーは、東部戦線の将校に対して、すべてのポーランド系、またはポーランド語を話す、男性、女性、子供を、 アれみや慈悲をかけずに殺すように指示を書き取らせ、ハインリヒヒムラーは次のように書き残している。すべてのポーランド人はこの世から消えるだろう。優秀なドイツ人がポーランド人を破壊することが主要な任務であると見ることは最重要だろう。ヒトラーの著書、我が闘争にあるように、ナチスは最終的には東欧を生存権として支配し、ここに居住する。 スラブ系諸民族の排除を目指していた。ありがとうございます。